菊池勝人と佐々木千秋の言霊アラカルト。皆さんお元気ですか？菊池勝人です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。佐々木千秋です。皆さん風邪などひいていらっしゃいませんか？ね、ね、今年もインフルエンザの流行すごいそうなんですが、菊池さんは風邪予防特別何かされていらっしゃいますか？あのね、はい、特別っていうよりもね、まず夜ちゃんと寝る、睡眠時間短いとね、はい、やっぱりあの基礎体力落ちていくんで、良くないなっていうことを注意してます、はい、それともう一つはやっぱり、なるべくちゃんといいものを食べる。いいものを食べる、うん、あの特に夜ね、夜ちゃんといいものを食べとかないと、はい、栄養がつかないじゃない。ということは抗体が弱くなっちゃう、そうですね、ちょっとしたことでさ、やっぱりね、体の調子悪くするから、そうです、そこにつけ込んでくるでしょ。そうです、ね、やつらはつけ込んできますからね、風邪菌は。そう、はい、だからまあ一番大事なのは僕は睡眠だなと思ってますけど、はい、それは注意をしてます。なるほどね、はい、ね、本当に皆さんもね、睡眠しっかりとって、栄養もしっかりとってね、本当にこの時期大変な思いをされるとね、また大変なので、はい、ぜひ皆様もお気をつけください、思います、はい、それではそろそろオープニングトークに戻りまして、この番組言霊アラカルトはフジテレビほんまでか TV にゲストコメンテーターとしてご出演されました。ほか最近いろいろなメディアにご出演されていらっしゃる今注目の筆跡心理コンサルタントの菊池勝人さんと、現在放送中の人気ドラマテレビ朝日ドクター X 外科医大門未知子にレギュラー出演させていただいております、セリフを話す職業の私女優佐々木千秋が、言葉の大切さや魅力、文字を書くことから見えてくるものなどをですね、言霊として皆さんにお伝えしていく番組です。はい、それでは早速いきたいと思います、はい、今回最初のコーナーは言葉の魔法のコーナー。このコーナーは普段何気なく使っている言葉の意味や使い方について、改めての魅力やその影響についてのワンポイントアドバイスを菊池さんの独自の観点で解説していくコーナーです。一つの言葉の使い方で意味や相手への印象、そして自分も含めたその言葉の持つ力、魔法が脳のプログラミングも変えてしまう可能性があるということなんですが、はい、菊池さん今回は、はい、はい、あの今回の入る前にちょっと前回話した内容、そうですね、ちょっとお話したいんだけど、はい、前回あのいわゆる子供がね、あの成績どうするっていう話で、ああそうですよね、親がさ、はい、なんて言えば一番いいんだろうっていうのがあったと思うんですが、ちょっと復習になるけども、はい、やっぱり一番いい親の言う発言っていうのは、こんないい成績取れた自分ってどう思うっていう考え方をね、植え付けるんですね、子供にね。そういう質問をするんだよね、はい、子供はこれやったからあれやったから、僕はこう思ったからこうやったんだよね。これって自分の中にある内的な基準を非常に醸成しやすくなるんですね、はい、そのことによって、はい、人を見てるからこうじゃないよなと、うん、僕がこうやったからよかったんだっていうふうに自分で自分のことを認めるような褒めるような感覚が持っていくような子になるよねと、はい、だから逆に言えばこの反対、はい、お母さんお父さんがすごいじゃない、こんな点数取ってよかったね、何番だったのクラスでってやたら喜ぶ、はい、喜ぶと子供はその姿を見て、うん、そうか80点以上取ると親はこんな喜ぶんだ、さっきのこと違って、はい、内的基準じゃなくて外的基準なんですよ、うん、外部の人が自分をどう見るかなってことで自分の価値を表現しようとしたんですよ、でもっと悪いのは前回言ったんだけど、はい、おお80点以上取ったらお前100円やるよってやつね、100円ね、100円やるよ、はい、これはさ実はもっと悪くて、はい、褒められてかつお金までもらえる、うん、これがもしもさまあ3世代同居していてさ、おじいちゃんがいつもさ、はい、およくやったなお前にはやろうなってて100円くれてたりするじゃない、子供はじいちゃんとこ行って、はい、じいちゃん見てよこれ80点だよ95点だよ100円ちょうだいって言ってさやってるわけだよ、はいはい、じいちゃんがさもしも怪我をした、はい、病院に入った、とにかく家からいなくなった、うん、お金くれる人いないんだよ、はい、この子のモチベーションって一気に落ちるんですよ、取ってったってじいちゃんくんないしな、じいちゃんいないしな、うん、本来自分が勉強するべきものに対して進んでるはずなのに、はい、お金がもらえなくなると急速にモチベーションが落ちる、うん、こんなことをしてはいけませんよと、いわゆる外部の人の評価だけで自分の価値を考えようとする子に自動的になっちゃうよっていうことで、これは気をつけようねってことなんですよ、うん、結構さそれで点数取んだからいいじゃないかって言うんだけど、はい、いやいやいやもっと怖いものはじわ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 その先にはということですよね、そんなに染み込んでるよねと、うん、
いうことをこの前もちょっとお話をしたんだけど、はい、で今日の話はさ、はい、やっぱり子供の時僕なんか子供の時にさ、やっぱり小学校上がる前ぐらいまではさ、はい、つるんでみんなで遊んだんだよね、お友達と、お友達と、はい、あちこち行ったりしてさ、で今日から今日今ここで言いたいのは、だいたい6歳ぐらいまでに、はい、その人自身のセルフコントロール能力って決まるかもしれないねっていうことをまあちょっとお伝えしたいんですよ。6歳までに、うん、で何を言ってるかというと、はい、これ昔は当たり前だったんだけどさ、近所の子たちがたくさんいたじゃない、はい、みんな集まってさ、なんか遊ぶわけだよ、うんうんうん、ところがさ、あるやつはさ妹を連れてきて、これ2歳半とかさ、あるやつは弟を連れてきて、ね、こいつは3歳とかさ、はい、で自分たち仲間は5歳6歳、と当然これミソッカスがいるわけだよ、ね、ミソッカスって言ったんだけどさ、はい、チビはどうしようもないじゃない、はい、何やったってルール守れないしさ、よく分かってないじゃない、うん、でこういうのを見た時に、はい、その子のことを許せるかどうかなんですよね。あ、その周りのいろんな年齢の子たちが、うん、我々の例えば5歳とか6歳の子たちが、うん、まあしょうがねえじゃん、言ったってそこまで分かんねえんだからさ、うん、多めに見てやろうよって、まず許せるような環境にいることだよね、はい、まず一つはね、うんうんうん、でもう一つは、はい、みんなでちょっと遠くの公園に行こうぜってとことこ走っていくと、はい、3歳児なんて走らないからまともに転んだりさ、うん、そうですね、それを自分が5歳の子6歳の子は一番後ろについてフォローしてやる、はい、でフォローすることが実は当たり前、俺がお前フォローしてやったんだからありがたいと思いなんて一言も言う必要ないわけですよ。そうですね、フォローしてあげるよっていうことも黙ってやってあげる、うん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 、この感覚ね、はい、でそのちっちゃな子あるいは仲間でもそうなんだけども、転んで膝反り向いて違えてきた、はい、この時にこれはまずいなと、うん、自分たちでは手当てができないかもしれない、はい、親あるいは近くの大人にちょっとこれ頼もう、はい、いわゆる助けを求めるというこういう知恵、うん、こういったね今言ったように許すとかフォローするとか助けを求めるとかってことが、はい、日常茶飯事で訓練されてる子って、はい、あの将来ねセルフコントロール能力が高まると言われてるんですよ、はい、そうなんですか。だからこれ逆に言うとさ、はい、昔はこんなの当たり前だったよ、今は地方なんか当たり前だと思うんだけども、都会でさ、はい、閉鎖された空間の中でさ、はい、成績さえ良ければいいと、ひらがな覚えるんだ、うん、何覚えるんだって言って、うん、がっちり机に向かって6歳までに勉強してる子って今言ったようなものって全く分かんなくて育つんですよ。ああそうなんですね。そうだろ。そしたらさ、将来そういったセルフコントロール能力を求められた時に、うん、結構発揮できない可能性がある。これはもっと言うと、はい、人間力と同じなんですよ。人間力、その人としての力、人間力、あこの人間力が養われる最初の芽が出る部分が6歳ぐらいまでと言われてるんですよ、はい、だからその後ね、はい、どんな知識を身につけても知識で補えない。人間力って知識で補えないじゃん、まあ、そうですねその人の持ち味っていうかさそうですね。だからそういったものが学力で補えないってことを、うん、本当はもっともっとみんな知ったらいいよねっていうのは僕はつくづく思いますね。ああなるほどね。なかなかそういうことは、うんね、学校で教えることではないですもんね。またね、でもみんなで仲間でつるんで遊んでるうちに、はい、自然と覚えることなわけですよ。はあ、そっか、自然、これはね、ね、確かに。だから学校で成績の良かった子だけじゃないでしょ、ね、世の中で成功してる連中って。そうですね、そうでもないよとかさ人間力発揮してさ、みんなから人望集めてさ、信頼されてさ、はい、うん、そして言うでしょ、結構周りにいらっしゃいますよ、ね、はい、結局学力ってある程度まあ限界もあってさ、うんうん、そこから先ってやっぱり人間力をみんな求められてくるので、はい、だからそれだけやればいいよってことはやっぱりないわけで、うん、この辺もだから環境もあるでしょ。そうですね。だから僕はこれから、これ言い過ぎかもしれないけども、地方でのびのびと遊んでるような子どもたちっていうのは、うん、将来ものすごく化けてこう良くなるっていうかさ、そういう可能性を秘めてるよってことは、僕はみんな知っといたらいいと思いますよ、はい、そうなんですね、そういう考え方もあるよって勉強だけしてればいいわけじゃないよ、あ、うん、一見無駄に見えても、うん、それが将来花を咲かせる一つの種になる、うん、なるほどね、ということをね、僕はもっともっと言ってもいいかなと思うな、まあ、あれですよね、あの、まあ、ご兄弟とかね、たくさんこういたりすると、やっぱりお兄ちゃんはちっちゃい子の面倒見なくちゃいけないとかね、そうそういうのってすごい結構実は大事だったりしますね、うん、だから最初からハンデやるなと思ったらさ、うん、対等には喧嘩できないとかさ、うん、そういうのって培われていくから、どん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 、そうですね、そうするとさ、やっぱり人を傷つけちゃいけないとかさ、はい、うん、弱いものいじめちゃいけないとかさ、そんなの当たり前だろうみたいな感覚になるわけでさ、うん、そうですね、
これをね学問から学ぼうって大変なことですよ。ああそうですよね。なぜですか？あんなっちゃうから。そうですね。なのでまあの ご家庭とかでね、うんまあ、ご兄弟いらっしゃる方多いかと思うんですけれども、やっぱりこう兄弟の時間って結構実は大事かもななんて私は今日個人的にね思ったりしたので、はい、自然の中で遊ばせるとか、はい、同じような世代の子で遊ばせると親はもう出てかない基本的にはね。おなるほどね。そうするとやっぱりその中でコミュニティを作る知恵が生まれるじゃない。はい、これがやっぱり自分のコントロール能力でもあるわけですよね。うん、なるほどね。まあそんな話を今日ははい、ぜひしたいなと思ってさせてもらいました。ありがとうございます。すごくね、確かにななんて思っちゃいましたけれどもありがとうございます。さあ菊池さんの説明もう一度聞き直したいという方はこの番組放送終了後約1週間程度で YouTube に再編集映像配信版としてアップされますので、改めてアルファベット大文字で言霊、カタカナでアラカルトで検索していただきましてご覧いただければと思います。なお一般的によく使われる言葉や表現から出てくるフレーズなので聞き逃さないように注意していただくとともに、何気なく使われている言葉の裏側にあるその人の意識を言葉から探り見極めていくことで相手とのより良いコミュニケーションに活用していけるのではないかと思います。そして今回菊池さんにお話しいただいた内容はあくまで参考にしていただくものであって決して断言するものではないこと、くれぐれもご注意ください。いかがだったでしょうか。何気ない言葉や言い方でもその人の心の奥底にある意識が隠れているのかもしれません。まさに言葉の魔法です。以上言葉の魔法のコーナーでした。千秋のマンスリーソング。さてこのコーナーは私佐々木千秋のお気に入りの楽曲をかけさせていただくコーナーです。今回はですねミーシャさんのエブリシングという楽曲を選ばせていただきました。菊池さんこの曲聞いたことあります。ありますか、はい、よかった。あの2000年発売の楽曲になるんですけれども、フジテレビ系ドラマの山となでしこというドラマの主題歌に使われていたんですね。で、まあ、ちょっとこう冬になるとこのミシャさんのエブリシング私の中で鳴り響いているんですよね。結構やっぱりその地元にいた時のことを思い出したりとか、うん、都会を思ったりとかそういう気持ちが今もやっぱりね、脈々と私の血となり、うんうん、肉となりいいですね、はい、この時期になるとね、うん、聞きたくなるなと思いまして今回は選ばせていただきました。改めまして筆跡や言葉の使い方などに注目しておりますこの番組言霊アラカルト、担当は菊池克人と佐々木千秋です。続いてのコーナーは字は体を表すのコーナー。このコーナーは筆跡心理コンサルタントの菊池さんが文字の書き方によってその心理分析をする際の簡単なワンポイントアドバイスをしていただくコーナーです。菊池さんにはどういった方が書かれた字というのを伏せまして、まさに字だけを見ていただきまして、こんな字を書く人はこんな性格といった解説をお願いしております、はい、そしてですねリスナーの方でご自身の字を菊池さんに分析してほしいという方はですね、ご住所とお名前をご自分に手紙を出すようにお書きいただきまして03-3949-3472 までファックスをお願いいたします。それでは菊池さん、今回もですね次回ゲストにお招きする方に予告編というわけではないんですが、はいうん、どんな方がゲストに来ていただけるのかということを筆跡分析の立場であらかじめリスナーの方にもお伝えしておこうかなと思っております。わかりました、はい、ちなみに今回その方に書いていただいた字は3文字で見学会、見る、学ぶ会と書いて見学会です。はい、はい、では菊池さん分析のポイント交えながら解説をお願いいたします。はい、まずこれ全体を見てすぐに分かるのは、はい、結構この四角い枠の中結構広いと思うんだけども、結構小さな字をで書いてまとめてるんですよね。そうですね、ね、はい、でこういう字を書く方他にも多々いらっしゃると思うんですが、真っ先に行動するっていうよりも、はい、まず様子を見ようかなっていうのがちょっとありますね。はい、様子見ですね。様子見ですね、はい、だからすぐに行動するよりも、やっぱりもうちょっと見よう、考えようっていう姿勢が結構強いかなと。でもう一つは、はい、よく見ないと分かんないんだけど、はい、見学会の見るっていう字の、はい、右左上の角なんだけど、はい、ついてるようでついてないんですよ。微妙に空いているということですね。微妙に空いてるんです。あ、なるほど。これだけ大きく書いてもらってだって1ミリ以下だと思うんだけど、はい、ついてないんですよ。でこれをつけない方って、はい、人と争いに乗ってあんまりしたくない人なんですよね。
あのこれがついてれば争い事好きかっていうとそうじゃないんですよ。あ、そうなんですね。あえて微妙に開けるっていうのは、はい、人とぶつけ合うの嫌だから、うん、どういう行動傾向出るかというと、はい、あこの人となんか嫌なことになりそう、嫌な関係になりそう、関係悪化しやすそうと思うと、その場から逃げたくなる、回避したくなるところもあるんです。だからそれをね避けるためだったら私黙ってようかなとかね、うん、そういうことを結構行動の中でやるし、この方あんまり行動的じゃないんで、はい、遠慮しちゃう。あ、遠慮しちゃう、うん、ね、後からあの時言えばよかったなとかね、はい、自分を責めたりするようなところももしかしたらあるかもしれないね。あ、なるほどね、うん、でね、ただ見学会の見見るっていう字の羽、はい、最後の羽、はい、あとが、ね、学ぶっていう字の最後の羽、はい、子供の子ね、これ結構しっかり書いてるんですよ。はい、ということは、はい、この部分をしっかり書くってことは最後まで気を抜いてないんですよ。だから自分の中では最後まできちんやろうよって気持ちもあるんだよ、はい、うーん、もう一つは、はい、見学会の見って見るっていう字の横線が均等に書かれてるので、はい、そうです ね、 ね、だからこれは、うん、自分のコントロール能力が高くないと、はい、均等に、ね、平行線で書けないんですよ。そうなんですよ、自己コントロール能力も高いわけ。はい、だから高いし最後までやろうと思ってる気持ちと、はい、それを言い出しちゃうと人とぶつかるかもしれない。うん、それはやっぱりちょっと嫌だなと思うと、はい、黙っちゃうっていうようなことももしかしたらあるかもしれません、この方は。はあ、そうなんですね。そのジレンマが、はい、ちょっとあるかなって気がちょっとするよね、これ見てるとね。はあ、そうなんですね。いや、結構そのなんでしょうね、見るという字、見学会の見るという字で、うん、まあちゃんと決まりを守ろうというところとか、そう、ちょっと右側のね、はい、角がやっぱりカクッと四角になってるんだよね。でこれってまあ行動の傾向が分かるって言われてる場所なんだけども、はい、右角が直角に曲がってるんですよね。そうなんですよね。だからこれと均等に書かれてる部分と、両方合わせて考えると、うん、きちっとした行動を、まあ、ちゃんとやろうよみたいなところもあるんだよ。あ、でも争いたくない、ね、ということは言いたいことがあっても言えないかもしれない。そうですよね。我慢する。だって決まりを守って自分はこうであり、ありと思ってらっしゃるのに、でも言い争うのも、うん、まあまあ言うと争いになるんだったらまあまあいいかみたいな。そこもでももしかしたら決まりの中に入ってるのかもしれないですね。そうです ね、 ね、自分の中にね、もしかしたらそういうこともあるかもしれないね。うん、ちょっとそういうジレンマがね、はい、まあ本人どうなのかなってのはあるね。どう考えて感じてますかみたいなのちょっと聞いてみたいなことね、これは。ああ、そうですよね、うん、興味深いですね。あとは、まあ、この見学会という字、まあ、横書きで書いていただいてるんですけれども、ね、ですね、これも日本語っていうのは普通縦書きの方が楽なんですよ。そうでしょ、はい、ところがなんであえて横書きに書くんですかってことなんですよ。うん、これはまあ、はっきり言えばね、はい、いや私この方がいいからですって話だよ。うん、私の価値で見るとこういうもんなんですよ、いいんですよ別に、私がいいんだからっていうことの考え方が、はい、結構出やすいところもあるわけですよ。うん、だからますます争いをしたくないとすると、はい、これも抑える可能性がある。いや私がいいだけでこの人はそうじゃないかもしれないみたいなことを考えたりして遠慮するかもしれないし、うん、うん、そういうのを押し付けようって気はないから、この人は。あ、そうなんですね。うん、だから、まあ、その辺がねご自身の中でどういうふうに自分でこう交通整理してるのかなってのはちょっと聞いてみたいところもあるね。いや、すごくこう興味深いですね。どんな方なんでしょうね。まあ、実際まだちょっとねこのお会いはしていないんですけれども、まあすごく興味深い、2回言っちゃいましたけど興味深いなという、ね、まあ本当にお会いした時には多分表向きのやはり顔をされていらっしゃると思うのでなかなか分かんないと思うんですよ。第一印象って最初分からないんですよ。普通そうだよ。うん、ただまあね字から入らせていただいているので、この人すごくいい人かもしれないっていうね私はちょっとそんな気がしておりますけれども、ね、うん、はい、まあ3文字なのでちょっとこれ以上はちょっと分かんないとこもあるので、何とも言えないんだけども、はい、やっぱり字数が多ければ多いほど、はい、精度が上がってくると思います。うん、はい、まあ3文字だからちょっと乱暴には見てますけども、あ、でも少なくとも分かるところはお伝えしてるってに考えていただければいいと思います。はい、ありがとうございます。皆さんいかがだったでしょうか。次回のゲストさんはですね、まあ決まりを守っていながらも、まあ、争いごとは逃げたいな、避けたいな
だからまあ平和主義みたいな感じなんだけど、 でも自分の中にあるわけだよ、人の価値がさ。だからその中のジレンマを自分が多分被ってると思うから、はい、だから言いたいこともっと言ってもいいんじゃないですかみたいなことを言うかもしれない僕は、ね、分かんない、そうなんですね、それは分かんない。いや実際ね、まあ、次回、どういった字をね書いてくださるのかというところも楽しみにしていただきたいなと思っております。皆様もお楽しみにしていてください。以上、字は体を表すのコーナーでした。皆さん、なんともうエンディングのお時間になってまいりました。言霊アラカルト、いかがだったでしょうか。この番組は毎月第2、第4土曜日お昼14時30分からお送りしておりますので、ぜひ次回放送も同じ時間お耳にかかりたいと思います。菊池さん、今回はいかがでしたか。あのたかだか3文字ぐらいでね、うん、まあこういうとこあるかなないかなっていう話をしてるんだけども、はい、できれば本人の前でこうさ、はい、確認をしながらさ、ね、聞きたかったなってのちょっとあって、はい、これもしもこの放送をね本人が聞いてたらさ、一方的に言われてるようで、はい、ちょっと待ってよって思うかもしれないじゃない。そうですよね、うん、だけど一応字から分かることを言ってるんであって、うん、この言ったことがねその人のこと全てだよねって言ってるわけじゃないんですよ、特に3文字じゃない、でも3文字の中で分かることは少なくとも全部お伝えしたいなって気持ちがあるからやってるんだよね、はい、だからこれを聞いてさ、私ってそれ以外のものもあるよって言ったら当然あるでしょう、はい、でも少なくともここで指摘した内容はありますよね、でそれをご存知であれば自分で知ってれば活かせますよねっていうことが基本的な部分なんだよね、はい、だからそれがいいとか悪いとか関係ないわけで、うん、そうですよ、うんね、ある意味では口論しないで物事を解決する方法を自分の中に持ってる人かもしれないでしょ、うん、そうですね、何でもかんでもさ議論して論破して、はいはい、勝てばいいんだっていう人ばっかりがさ世の中を動かしてるわけじゃないからさ、はい、その通りでございます。だから自分がそういうのがあってそれを無理にやることないので、はい、うんね、それをどうやって生かすか、そうですよね、否定することは無理に否定することがないんです、はい、それをどうやって生かそうかなって考えることによって、うん、その人らしい人生が始まるんですよ。その通りでございますね。そうでしょ。人の真似を見てさ、はい、よし頑張って真似しようって、いやちょっと待ってそれ違うでしょ、うん、人それぞれ違うんだから、うん、自分の特性を知って、はい、それをどうやって生かそうかってやっぱり考えるのがさ、その人の人生だよね、はい、その通りですよね。いやね、本当に、まあ、今回もね、いろいろとお話をいただきまして、はい、まあ、あの言葉の魔法のコーナーもそうですし、ね、あの字は体を表すというコーナーでもね、なんかこういろいろと今回もすごくなんか心の中にズキュンときた言葉がすごくね多かったなというふうに感じましたよ。私はどうもありがとうございます、はい、次回ぜひお会いしてちょっと感想なんかも聞いてみたいけど、はい、そうですね、楽しみにしておきましょう、うん、はい、はい、ではこの番組へのご意見、ご感想、ご質問などお便りをいただきますようお願いいたします。メールアドレスは info@plus-vox.com info@plus-vox.com 言霊アラカルトまでお待ちしております。それでは言霊アラカルト、またお耳にかかりましょう。皆様のお相手は菊池勝人と佐々木千秋でした。ではまた次回お耳にかかりましょう。